ごめんなさい Yo, レペゼン早朝。これはフリースタイルでも一切下ネタ抜き、下ネタ言った瞬間に俺のトーク型発動。それじゃ行くぜ、レゴレゴレゴ。Yo, ここ埼玉、埼玉スタジアム、俺ら早朝シューティング部。朝6時 Yo朝6時、俺らはここにいるぞ、いつもこれがサイスターのストリート。よくチェックしとけ俺のプロフィール。俺がジュンジュン、いつだって配信しているのは YouTube、 そのトップは Google。 お前のチンコ、あ、ダメだ。さすがジュンジュンだよ。ジュンジュンジャンプショットやっぱジャンプシュート安定してますね。安定してるよな。やっぱね、ジュンジュンブロックすげー高いんだよ。高いっすね。うわ、早いマジあいつ。いや、ショルダーブルキレッキレっすね、あいつドライブ早いんだよ。やっぱこの案は面白いね。誰だこの勝負、ジュンジュンに60セントだ。60セント？いいから、お前誰だ。名乗るほどのものでもない。ジュンジュンに60セント。60セント？いいからお前は誰なんだ。強いて言うならシュナイダー鈴木かな。ジュンジュンに60セント。珍しい。いや、翔平がドリルミスするの珍しいですね。うん、珍しいよ。あんなところあんまりないですね。マジかよ。終わりだよね、もう3でしょ。あー、やっぱりジュンジュン勝ったか、最後3で。あれ翔平泣いちゃってるぞ。あれ、止めちゃった。はい、でも、だって泣いときは一人にしちゃった方がいいんだよ。行くぞ。俺の名前はシュナイダー鈴木、ジェラシー、ネタミー、ひがみや虫、この両手で掴むぜ万件、小切手は無理、キャッシュで OK?